梅干しの残機。冷蔵庫を開けるたびにドキッとすることがある。冷蔵庫を開けてあるものが目に入るとドキッとして、そのものから急いで目をそらす。それは何かというと梅干しです。僕の仕事場にはやや小さめの冷蔵庫があり、食べ物や飲み物がそれこそごちゃごちゃに入っている。本来ならばまっすぐに立っているはずのケチャップの瓶が、食べ残しの煮物が入ったプラスチックの容器に斜めに寄りかかっていたり、いつ買ったともわからぬさつま揚げの袋が押し込んであったり、冷やす必要のないサバの味噌煮の缶詰が未開封のまま冷やしてあったり、その隣には靴積みの瓶があったりはしてないが、さながら真靴状態。そういう状態の冷蔵庫の上から2段目左の奥に、問題の梅干しの入った箱がもうかれこれ20年以上そのままになっている。20年以上そこに住み着いているといった感を呈している。その箱にはプラスチックの透明な蓋がついていて、中の梅干しがよく見える。梅干しの数は16粒。梅干しは驚くほど大きく、直径およそ5センチ。その僧帽は歳月を経て古び、風格さえ漂わせている。箱もとても立派で、霧の木目入りの木箱。霧の木目、大きさ5センチ、風格。これだけの条件が揃っているということは、すなわち高級品。多分、お中元かお歳暮にもらったものに違いない。小さめの冷蔵庫だから、開けるたびにその梅干しが目に入る。目に入るたびにドキッとする。なぜドキッとするのか。ご存知の通り、冷蔵庫は別名残機の集積場と言われている。捨てるべきものを先送りしてしまっておく箱とも言われている。もしかしたら腐っていて、これから先も絶対に食べることはないのだが、今日のところは捨てないでおくという食べ物が内容物の大半を占めている。梅干しは長持ちすることで知られている。腐ることはめったにない。いつだったか100年経った梅干しを食べてみるという番組をテレビでやっていて、その梅干しは健在だった。20年ものなど100年ものの日ではない。健在のはずだから捨てるに捨てられない。ここで自分に問う。冷蔵庫を開けるたびにドキッとするのはそういう理由のみであろうか。高級品であるから捨てるに捨てられない。もちろんそれもあるだろう。でもそれだけでドキッとするだろうか。今回のこの文章はなぜドキッとするかを解明しようとする試みである。まず遠慮ということが考えられる。この梅干しを捨てるということは、長年住み着いているこの冷蔵庫の長老を長屋から追い出すことになるが、それでいいのか。たとえアパートであっても居住権というものがあるのだ。まして20年ものであるから相当なお年寄りであるし、寝たきりということも考えられる。寝たきりのお年寄りに向かって出て行ってくれというのは人間として問題がある。だがこの問題は放っておくわけにはいかないのだ。その梅干しの箱は立派であるがゆえにかなりかさばる。小さめの冷蔵庫の中でかなりの容積を占めている。アパートは小さいのだ。梅干しを箱から出してビニールの袋に詰め替えるということも考えた。だが寝たきりのお年寄りを裸にしてもいいものなのか。僕は今非常につらい立場にある。いつかはこの問題を梅干しに切り出さねばならない。冷蔵庫を開けるたびにそれを思う。だが切り出すのがつらい。切り出せないで先送りにしている。困り果てて誰かに相談するということも考えた。新聞には人生相談という欄があるので、そっちの方に相談してみようかとも思ったのだが、もし自分がこの欄の回答者の方だったらどのような答え方をするだろうか。そのことを考えるとそれも躊躇せざるを得ない。冷蔵庫を開けるとき、
この中にはあの梅干しがあって、そのことについて考えなければならないことになるぞと常に思っていれば、いきなりドキッとすることにならないのだが、毎日の生活は忙しく、いつも冷蔵庫の梅干しばかり考えているわけではないので、いつも不用意に冷蔵庫を開け、不意に梅干しが目に入り、それでドキッとなる。昔の殿様には、おしとね下がりというしきたりがあった。そばめたちは、ある程度の年齢になると、お役御免ということになって現場を離れる。僕は今、そうした殿様の立場にある。梅干しは置いてしまった。置いて梅干しばあさんになってしまった。殿様は、おしとね下がりの風習に従って、梅干しばあさんを遠ざけている。そのことだけでも心が痛む。それなのに、その梅干しの一段下には、新たに買い求めた現役の梅干しのパックが一個ある。嫌がらせをしているわけではないが、上の段の梅干しの心情を思いやると、さらに心が痛む。